長崎氏は、鎌倉時代の北条氏特捜家のおうち人、菅竹平氏と称して、特捜機関である同族とされる兵士についても、この項で扱う。平野清盛の孫の助盛の系統と称した、北条特捜家の華麗となった、平森綱を外する。鎌倉時代になり、生徒は別に名字が一般化した時代となると、本生である平生徒は別に、 伊豆国田方郡長崎座との地を得て、長崎市を称したのに始まるという、北条特捜家の筆頭身内人である内官僚の家系となり、森綱の孫の平頼綱や彦である、長崎縁起など、鎌倉時代後期に将軍家や北条特捜家以上の牽制を振るった。森綱については、尊卑文脈では、助森の子、系図山用では、助森の彦とされており、後者では、 平成関氏と結びつけて、同族としているが、そもそも、スケモリの子孫とする段階で、支持する説と否定する説とで一見が分かれている。ただし、飯沼助宗スケムネや長崎隆助がスケモリにあやかって、血の字を用いていることや、太平記巻、第10、長崎隆重最後合戦のことの中で、隆助の子である、長崎隆重が、 幹部大後の三っ子か蔵原新能に三代の孫、平将軍貞だ森より十三代、前相模志工事の官僚に、長崎入道延期が着村、次郎高重と名乗りを上げる場面があるので、長崎市自身は、兵士の末裔という自覚を持っていたのは確かであると思われる。平森綱、聖寺、頼綱、宋綱については、後に打ち官僚として、県政を振るう長崎延期、 高助夫子と同族であるため、弁義上長崎氏に含められるが、彼らを長崎生で呼ぶのは正式ではない。平森綱は、北条康時、教授、時よりの三代の特捜に仕えた。上級の乱で、康時が出立の時に従った十八期の一人となる。伊賀氏の辺宮相道でも活躍した。百三十四年八月五日には、離島か月なの後を受けて、 安時の華麗となり、お内人の頂点に立った。森綱のこの平より綱も、特捜北条時宗佐時の華麗となり、1285年に、幕府の有力御家人である、足立安森を下月騒動で滅ぼして、幕府の実権を握ったが、1293年、定時に襲撃されて自害した。その後、より綱のいとこにあたる長崎光綱の、 小長崎縁起とその子、長崎高助の父子が内官僚となって、惑星の実権を握ったが、太平記によれば、1333年5月に、新田義貞に、鎌倉を攻められて幕府が崩壊し、北条氏一門と共に、鎌倉とお正寺で自害して滅亡した。なお、太平記では、高助の思考への奮戦や、一族の長崎を思うもと、ためもと親子の奮戦を記しているが、 高助の動向に関しては記されていない。室町時代には、頼綱の弟、茂綱の系統が生き残り、欧州名取郡の領主で、江戸時代には、仙台藩士となった明保氏も一族であると言われている。他方、現在の長崎県や長崎市の名の由来となっている、九州長崎市は、九州千葉市の流れとされているが、鎌倉長崎市の一派であるとの説もある。東京都豊島区。 長崎や山形県鶴岡市長崎の地名は、鎌倉時代に、執権法上市の家臣長崎市の領地であったことに、由来するとされる。鎌倉時代は、生に代わって名字が一般化した時代であった。これは、鎌倉幕府早々の時に、初代将軍源頼朝が、事故の直属家臣である、御家人に、支配者たる事故とその近親者と、被支配者たる、 御家人とを明確に区別するため、また、阿尊ではなく将軍の家臣であることを強く認識させるため、姓ではなく、名字を名乗るよう要求したためである。この結果、例えば、北条と木舟が正式な名乗りである、平と木舟を用いるのは、位を受けるときなどの公式の場に限られることとなった。しかし、このことは、北条氏の悲観のような非御家人には求められてはいなかった。 鎌倉時代を通じて、日ご家人も、姓ではなく例えば、長崎市や楠野岸といった名字を名乗るようになっていくが、これは徐々に浸透していったのであり、名字の由来となる要素がなければ、名字を名乗らなかったことは、想像に難くない。森綱が長崎市を称したとの説は、近世の資料にあるのみであり、同時代の資料には、そのような記述はない。森綱の孫、 頼綱についても同様である。長崎市が長崎里を漁したのも、森綱、頼綱よりも後の時代であると考えられている。よって、森綱、頼綱と長崎という名字とを結びつけるものはない。かといって、森綱、頼綱が長崎とは別の名字を名乗っていたという記録もない。森綱、頼綱が生前に長崎市を称したことがない以上、 長崎森綱、長崎頼綱という言い方は、一族の中で彼らよりも後の世代が、長崎市を称したことから遡ってつけた故障ということになり、完全に誤りというわけではないが問題が残る。そこで現在は、森綱、頼綱は、本生の平らから、平森綱、平頼綱と表記する場合が多い。これは、もちろん、森綱、頼綱が生きていた時代に、 平らもりつな、ひよなと呼ばれていたという意味ではない。系譜については、系図3用に、掲載のものが現存しているが、この系図は信憑性が低く、研究では他の資料、古文書との称号によって、復元の作業も続けられている。ありがとうございます。